田島サブロー10月4日帯は、日本の演歌歌手、俳優、作詞家、作曲家、バッシュ、本名、王の城、函館の女に始まる、女シリーズ、兄弟人気などの人気シリーズなど、数多くのヒット曲がある。一般には、サブちゃんの愛称で知られる、原ジョージのペンネームで作詞、作曲活動を行っており、自身の楽曲の制作以外にも、舞台のシナリオ、 演出や、北島ファミリーはじめ他の演歌歌手への楽曲提供、等、マルチな活動を精力的に行っている。作曲家、船村徹る門下出身で、門下生で作る、船村徹る道門会では名誉相談役を務める。北海道上磯郡尻内村出身、北海道函館西高等学校に進学した。高校時代、海で溺れた、小学生を救助したという逸話がある。 高校在学中に、函館で開催された NHK のドジマンに出場する。この時、金は二つだったが、司会の宮田明から良い声して、学生さんですかおかみ手でしたのにねーと優しく声をかけられたことで、歌やれば歌手の道あるかもしれないと思うようになり、それが歌手への目覚めの第一歩になった。1954年、17歳で高校中退後、 東京の親族を頼って18歳の時に上京し、当初は東京生、専音楽学校に入学。しかし、歌謡曲志向であったため、渋谷を拠点に、流しの仕事をしながらデビューを目指す。この頃に、北島が当時都内で下宿していたアパートの大家の娘であった雅子と結婚。1959年11月30日、挙式。北島がレコードデビューする。 約3年前の挙式だった。式に出席したのは両家合わせて21人だけだった。北島は、定週がなく、夫人の両親から結婚を反対されたと後に、語っている。1960年、流しの収入は3曲100円だったが、ある日羽振りの良い客が1000円を出してくれた。礼を言い一曲歌うと、翌日に、新橋の喫茶店に呼び出された。その相手は、 北島の評判を聞きつけた日本コロンビアの芸能部長でこの時喫茶店で引き合わされたのが作曲家船村徹だったこの時のことを振り返り北島はこういうちょっとした出会いなんだけどわずかな出会いが人生でものすごい出会いになってくると語っているこれを契機に船村文化となりレッスンの日々となる1961年ある日のレッスン前船村から 今日から他の歌はいいからこの歌を歌え、この歌を勉強しろ。と譜面を渡される。これが後に最初のヒット曲となった涙船だった。この年にはすでにレコーディングも行われ、その場で船村から紹介されたのが新坂絵プロダクションの社長西川幸男だった。また、この年にはギター漫才ゲルピンチン太としポンふしのポン太としとして、 漫才コンビでのステージも経験している。これは、歌の師匠である船村が、なかなかデビューのチャンスを得られない北島に、ステージ度胸をつけさせるため、自ら台本を書き、もう一人の弟子とコンビを組ませ、知り合いの工業師に頼み込んで仕込んだことで、東北地方の1ヶ月工業の前座芸人として、機会を与えられた。しかし、3日ほどで、使い物にならないと返され、ギャラは、 一切もらえなかった。ロカビリー前世のこの頃、正当派の演歌、歌謡曲の新人はなかなか需要がなく、船村自身、あんなに苦労した弟子は他にはいなかった。と述べている。1962年、新坂エプロの先輩歌手、村田秀夫の王将の日と記念パーティーで歌手としての初舞台を踏む。この年の3月には、呼びやすさ、親しみやすさ先行で、 北海道生まれのサブローという由来のもとに、北島サブローと命名、デビューが決定する。ただ、当時の芸能界で、既婚の新人歌手はあり得なかったため、プロフィール上は独身とした。同年6月5日、日本コロンビアから文化茶説でデビューしたが、この第一弾は不発に終わった。北島はレコーディングを済ませていた。涙船を予想していたが、その予想は完全に覆された。 文画茶説は渋谷等の繁華街で流しが歌っていた春夏の歌詞を変えて売り出したもので発売から1週間で放送禁止となった。北島自身はテレビに3回出たら放送禁止になっちゃった。と語っている。しかし1963年の千葉新一主演映画ヤクザの歌に出演した際にギターの弾き語りで文画茶説を披露している。 8月20日に急遽発売となったセカンドシングル涙船がヒットし出世作となる。1963年の秋、日本クラウンの設立と同時に同社移籍。クラウンレコード第1回新婦にミソラ・ヒバらラと共に名を連ねる。また、この年紅白歌合戦に初出場。この年、長男が誕生。これを週刊誌に スクープされたことと、事務所社長、西川の勧めもあり、妻子の存在を公表する。1965年、この年の4月に、兄弟人気と、帰ろかな、そして11月に、函館の女と、この年リリースしたうちの3曲が、大ヒットし、演歌歌手としての人気を確立。兄弟人気は、東映で映画化され、自らも出演。これも、大ヒットし、シリーズ化され、 主演映画スターとしても活躍するようになる。1972年10月9日、デビューから10年間所属した新坂絵プロダクションから独立し、北島音楽事務所を設立。1978年、与作は千正夫との共作となったが、親しみやすい歌詞とゆったりした曲調でヒットし、ファン層を拡大することに成功。1980年代以降、 原が丈夫であったことをシャレにして自ら名付けたペンネーム、原ジョージを用いて自ら作詞や作曲、演出を手掛けたことが多くなってゆく。1985年8月、飛行機に特設ステージを設け、機内コンサートを開催。なお、飛行機内での本格的コンサートは、世界初。1986年12月、広域暴力団田川会の新連会に、 出席していたことが、静岡県警の捜査で明らかになり、決定していた第37回 NHK 紅白歌合戦への出場を辞退する。初出場から優待までの半世紀で、不出場となったのはこの年のみ。1989年4月21日、1月8日の会言により制定された、言語を、平成にちなんだ楽曲、平成運動を発表。 約16万枚を売り上げた。1997年7月、北海道スッツ郡スッツ町のイメージソング、風のロマン、弁慶岬を発売。9月には、演歌発の CD エクストラとなる出会いを発売する。1998年、テレビアニメの主題歌を歌うと、新しいジャンルへも挑戦。2003年11月29日、八王子観光大使に移植。 2006年10月4日、古希と芸道45周年を祝うパーティーの席上、一番弟子で北島ファミリーの長男とも言うべき、山本ジョージを2007年にのれ分けの形で独立させることと、音楽事務所の社長を妻、政子から長男、龍に交代させることを発表し、周囲を驚かせた。なお、北島は今後も、 山本を支援し続けることに変わりはないと明言している。そうした動きの一方で、同月15日に発売したあの日が代がオリコン演歌歌謡チャートで最高位1位を記録。2009年、デジタル放送推進協会の日本全国地デジで元気。キャンペーンのキャンペーンソングとして、地デジで元気。音頭を作曲し自ら歌った。翌年6月、 総務省から地上デジタルテレビ放送への対応を呼びかける地デジカ応援隊のメンバー6人のうちの1人に選ばれた。2010年3月4日、放送文化の向上に功績のあった人物を表彰する第61回日本放送協会放送文化賞受賞が決定。3月29日には北島三郎特別公園の名古屋、味の座公園選集落で、 座長公演4000回の大記録を樹立した。また、結婚後1 0周年を迎える。この年の1月、シングル、夫婦一生をリリースしオリコンチャート10位を獲得10万枚を売り上げた。ソロでは73歳3ヶ月でのシングルアルバムチャートともに10位以内の獲得は、史上最年長での記録である。2010年10月には、同曲が、 日本レコード協会のゴールドディスク認定を受け、日本におけるゴールドディスクの史上最年長記録を更新した。2011年2月22日、第32回松尾芸能賞、大賞受賞。3月29日、受賞式が行われた。同年、芸道50周年を記念する北島三郎特別公演が、東京、福岡、名古屋、大阪の4大劇場で上演され、 芝居では人気の高かった演目、清水の暴れん坊を10年ぶりに再演。75歳にして、清水次郎長と森の石松野に役に挑んだ。2013年、第64回 NHK 紅白歌合戦で、史上初の50回出場を達成するが、この回限りでの優退を宣言。渋谷の日本クラウン本社で異例の記者会見が行われた。当日のステージは、史上初めて、 紅白両軍の正規の鳥の後にステージを設けられ、史上最多の13回目の鳥で祭りを披露を、半世紀の紅白出演を締めた。2014年7月20日、実定で北島音楽事務所常務取締役だった王の拓勝が肝臓癌のため67歳で死去。この2ヶ月前から体調を崩して入院過量を続けており、臨終の際には北島も立ち会った。 24日の通夜、25日の告別式では接種を務めた。同年9月23日、明治座で行われた北島三郎最終公演夜の部で通算公演回数4500回を達成。明治座での歌手の座長公演としては国内最多となる。ちなみに最終公演の演出担当には7月に死去した弟、王の宅勝も名を連ねていた。 2015年に1月の福岡、博多座公演をもって、座長公演からも退いた。通算公演数は4578回に達した。8月8日、NHK、思い出のメロディーで司会を担当。当時の年齢が78歳であり、これは番組最年長司会となっている。2016年春の叙勲で、朝日賞受賞を受賞同年9月14日、 形椎症性脊髄症のため22日に予定されていたコンサートの延期を発表。8月下旬に自宅の風呂場で転倒して治療の頸椎の痛みを悪化させ9月12日に手術を受けていたことを11月14日に明らかにした。作詞、作曲、編集作曲、編集作詞、補作詞、編集、港春秋の下九1963年に 第14回 NHK 紅白歌合戦に初出場して以来連続出場を続けていたが第37回は暴力団との交際が明らかになったため直前に降板連続出場回数は23回で止まる翌年2年ぶりに復帰し連続出場を続ける当初は芸道50周年に合わせて第62回限りで紅白を優待する予定であったが 同会の紅白は東日本大震災関連の演出などが優先されたため公表はせずに続投。第64回で史上初の出場50回を達成したのを機に一優待した。通算取り回数13回は美空ひばり、五木ひろしに並び歴代1位。通算大取り回数11回は美空ひばりに並び歴代1位。また取り前も13回担当しており、取りと 合計26回は史上最多。出場年齢は、優退時で77歳となり、藤山一郎の78歳に次ぐ記録となった。その後、第69回で特別枠で復帰、注意点舞台、北島三郎特別公演を正期より続けており、およそ1ヶ月の期間において行われていた。北島自身もシナリオ、演出に関与する時代劇ベースの人情芝居と、 北島ワールド前回の歌謡ショーの二部構成となっている。最後の祭りが流れる時の舞台は毎年違うセットである。劇中主題歌は幕が開く前にスクリーンにて歌詞を表示して流している。劇中主題歌はシングルにて販売している。北島の舞台公演の会場として、明治座、梅田芸術劇場、味園座及び博多座が使われている。 全4578回の内訳パチンコパチスロ第76回菊花賞表彰式にてデビュー当時に所属した新坂エプロダクションの創業者でウエスタンダッシュ形成杯1975年日刊スポーツ賞金杯など JRA25 戦後賞等を所有し北海道に北西牧場を創設する当オーナーブリーダーとして活躍していた西川幸夫。や 先輩歌手でバッシュでもあった、カスガ八郎に勧められバッシュ活動を始める。日本の競馬会では、1963年以来、北さんの冠号で、多くの競争馬を所有するバッシュとしても知られる。現在の中央競馬における勝負服のデザインは、母校函館西高校ラグビー部のジャージを模したもので、ある。かつては、日本中央競馬会のマナー啓発の PR に、起用され、 2009年5月には東京競馬場で行われた第76回東京優秀の発想前に場内で国家を独唱した北三ブラック2015年10月25日の第76回菊花賞で北三ブラックが優勝し北島に初めて GI 競争勝利の栄誉をもたらしたこの時京都競馬場で勝利した際の公約である自ら持ち歌 祭りの替え歌をアカペラで歌唱した。2016年5月1日の第153回天皇賞や第36回ジャパンカップで北三ブラックが勝利した時も東京競馬場で祭りを披露している。2017年12月24日の有馬記念で引退レースとなる北三ブラックが優勝。全レース終了後引退セレモニーにおいて愛馬を称える新曲。 ありがとう、北山ブラックが、北島本人の歌唱にて初披露された。地方競馬で木数の気象全日本アラブ優勝を制したトライバル旋風と北山王冠等を所有。川崎競馬場には北島が寄贈した馬の実物、大模型、北山川崎が展示されている。所有馬については、北島音楽事務所主な所有競争馬を参照のこと。また、かつて、北島音楽事務所には、 大橋淳子、モンタ、ヨシ松原の部へ、やや、里見、新の部、岸本幸恵、茶ャらが在籍していた。原城寺に関するカテゴリー、王の城に関するカテゴリー、ありがとうございます。